オフロードサービス谷口の谷口です。今回は、20ミリアップのソルブエース20に続き40ミリアップのソルブエース40について、紹介していきます。まずこのコイルですが、20、40、60と3つコイルをラインナップしていく予定なんですけども、この中でも、割とバネが固めの設定を考えております。まずオンロードの性能についてなんですけども、前後とも2段レートを採用してますので、コーナリングで、ふんわりした乗り心地を残しつつ腰のある、動きにしています。オフロード性能についてですが、40ミリというオフロードを走るにしては割と低めの設定ではあるんですけども、低いがゆえの安定性もありますし、あと3インチ用のショックも入れてますので、しっかりと足も伸びてくれるのでオフロードも安定して走れます。今回、このジムニーではオープンカントリーの 195R16 を履いています。このサイズであれば、干渉することなくオフロードも安定した走りを見せてくれています。これで20ミリアップのソルブエース20と40ミリアップのソルブエース40が、ラインナップとして、出てきたわけですけども、今後、60ミリアップのソルブエース60も、発売予定です。こちらは、今までのソルブエース20とソルブエース40に比べてよりオフロードに向けたコイルの仕様となっていますので、皆さん楽しみにしていてください。